一人でやるのも結構大変じゃないですか。いやいや、もう子供もできます。俺はわっぱじゃねえ、東京不死族明神弥彦。皆さんこんにちは、明神弥彦役小市誠です。本日は剣道体験に日体大まで来ました。そして本日教えてくださるのは新里先生です。よろしくお願いします。すごい、こちらが同じよ。すごい。結構重いですね、はい、重さも本物と同じように作られたもので。へ、本物も買ってない、あります。おー、これが木でできた型で、木刀といいます。木刀の方が軽いですね。軽いですね。これを実際に振ってみましょうか。はい、はい、お願いします。大きく上げて振り下ろすタイミングで前に出ながら振り下ろす。はい、いいですね。で今度はこう同じように振り上げて後ろに下がりながら振り下ろす。あ、いいですね。じゃあこれに発声も加えてみましょうか。はい、前に出るときはやーやー、後ろに下がるときはとうとう、やーととうの掛け声をかけていきましょう。はい、大きく、はい、やっと、いいですね。やっと、はい、この真ん中をバッと来てみました。先生、見本を一度見本いりました。見本が欲しいです、欲しいです。いや、見本で失敗したらどうでしょう。体験していただきたい。いや、できるかな。これ前に出るんですか。いや、もうそのまま、もうそのままって感じで体験もしていきます。うん、緊張する。おー、やった、ガチョーって言うよ。出たー。うわー、これはテンション上がりますね。はい、筋がまっすぐ今通った。あー、証拠という。はい、そうです、ね、なるほど。こうなってたら蛇行しちゃうとどうしてもまっすぐ切れない。今歯で実際に切ったという感触です。ありがとうございます。素晴らしい。いや、気持ちいい。竹刀は普段弥彦くんが使っているものなのですごく気合が入りますね。剣道の打突部位は面、小手、胴、突きの4箇所あります、はい、これが中段の構えです。で、まっすぐ振り上げていきます。左の拳が今おへその前にありますけれども、今度額の上までいきます。両手をまっすぐ上げて面面面、いいですね。では、はい、私の額をめがけて面。面やりです。面面やりです。じゃあ同じ要領で今度小手打ってみます。はい、小手小手、はい、小手、いいですね。じゃあ今度は胴打ってみましょう。まっすぐ同じように振りかぶって左の肩から斜めに下ろして、いいですね。じゃあ最後突き、突きです、はい、突きは相手の喉元になります。構えの延長で突く。そのままこの構えを崩さずに突く、
あ、いいですね、うん、うん、はいはいはい、こちらがと思いますので、まず、うん、後ろは長娘です、はい、ありがとうございます。一人でやるのに結構大変じゃないですか。いやいや、もう子供もできます。私ができないだけで。白強そうじゃないですか。いいですね、すごい。今度は踏み込み足、踏み込んで、やー、あー、すごい。やめえ、つつそう、やっ、ごめん、やっ、わー、素晴らしい、終わりです、やっ、yeah! やっ、スティー、お見事、素晴らしい、小技で足を出しながら、やあ、ねえ、上手です。肘を固めて拳と拳が当たるようにで元に打ち、やあ、かけ、一歩攻めてで、どうぞ、さっきより打った音が出てました。はい、出てました。 ありがとうございます。今度元立ちが打っていきます。はい、相手が面を打っていくものに対して抜いて胴を打っていきます。面抜き胴という技、先ほどのこの間合いはお互い届かない間合いです。なのでここでヤーで一歩入ることによって元立ちも打てる前になります。なるほど。でここで相手を誘い出します。ははは、さあ打ってこいっていう気持ちで誘い出して、相手が来たのを右にさばいてどうです。理解したんですけど、やるの難しそうだなっていう、はい、いや、先ほどの動画ものすごく良かったのでいけると思います。ヤーどうです、どうり。攻めて小手を打っていくものを、今度はこのしのぎと言います。左側が表し、右側が裏し、小手を打っていきますので、この裏しのぎですり上げて面を打ちます。はい、じゃあ見本お願いします。よっ、おお、裏ですり上げた、見えました、見えました、めちゃめちゃ早い。これをやってみましょう。はい、はい、ではお手すり上げ面お願いします。やあ、ねえ、はい、お見事です。はい、では今仕掛け技、王子技というふうにやっていきました。はい、今習得した技を試し合う、これ互角稽古と言います。はい、実践形式の互角稽古。では先ほどの例、始め、やー、やー、ねー、うわー、だー、
それでは改めまして、日体大女子監督の新里先生、そして、日体大の部員さん、門田さんと藤島さんにお越しいただきました。ありがとうございます。本当にこのお二人が私の稽古に付き合っていただいたお二人です。ありがとうございました、はい、なんでこの剣道をやろう、始めようって思ったきっかけっていうのは、父が剣道をやっていて、高校で剣道部の監督として働いているのもあって、まあ、生まれた頃から剣道が身近にあって、もういつの間にか剣道を始めていたので、自分でやりたいと言ったかは分からないんですけど、もういつの間にか始めてました。私は警察の剣道を見てすごい厳しい練習をしてたんですけど、かっこいいと思って始めました。ちなみに先生はかけとか、私は5つ上の兄がいまして、はい、その兄が友人に誘われて剣道を習い始めたのを、うん、母と一緒に送り迎えでついていったきっかけに、うん、道場というものを知るようになって、うん、でその道場の中ではお兄さんお姉さんたちがこう稽古やってる姿を見て、同じように私もかっこいいなと思って、でそれで始めました。なんかそういうなんかいろんなところにきっかけがあるんだなと思って、はい、すごいなって思いました、はい、今日剣道体験してどうでしたか、はい、あ、めちゃめちゃ楽しかったです。なんかこう実際にやっぱりこうこれくらいの痛さとかやらないと分からない部分でもたくさんあるなって、あとやっぱ竹刀がどれくらいの重さとかっていう、そういうのがいろいろ体験できてすごく嬉しかったなと思っています、はい、ありがとうございます。一番自分がかっこいいというか、なんか好きだなって思った技は何ですか。すり上げ面がなんかやってるなみたいな、すごい実践として感じられて楽しかったです。あと単純にどうもなんかこうかっこいいなやってました。聞きたいね。あ、聞きたいです聞きたいです。ヤヒコ聞きたいです。聞きたいです。じゃあ目を捨ててもらって私じゃないヤヒコくんを想像して行きます俺はわっぱじゃねえ、東京不死族明神ヤヒコ。それでは本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。